というところで到着しました。こちらになります。なんやこれ、ヘミドロや。ただ洞窟の中からヘミドロの水がただ流れてるだけや。そう思ってるけどさ、ただ乗らないで。めっちゃ何これ、ちょっと見た目がえぐいです。なんとこちらから垂れ流れてる水、温泉です。まさかの無料です。信じられません。これが無料ですよね。無料です。助かります。あ、すーげえ。なんだこれもぬか漬けみたい。うわー、すげえ。いやー、これはちょっとやばい。これ見てください。これやばくないですか。これえげつない。見てこれ、ヘミドロだ。で結構ね、でも湯量があるんですよね。もうなんか自噴してんだね、ここで。多分ここ元旅館の跡地だな。すげえ。はい、ということでやってまいりました。やばくないですかこれ。もうなんかぬか漬けですよ、ぬか漬けした。これやばいって。ちょっといや、さすがにちょっとね、勇気がいる。これ過去一です、これは。いやでもちょっと心を鬼にしたい。いきます、入ります。うわー、これはちょっと待って。いや、やばい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 。これ、うわー、気持ち悪い。やばい、想像以上。うわー、気持ち悪い。いや、すごい。あ、でもなんか入ってみたら気持ちいいかもしれません。なんか泥が、柔らかい泥がやっぱこうからまとまりついて気持ちいい。これや、このヘドロです。これ使ってった感じ、こんな感じ。やばい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 。これ何これ何これ、気持ち悪い。すごいよこれ。こんな感じです。すげえ。なんかね、下の方、なんか、ちょっとなんかあったかいですね。ああ、これは素晴らしい。気持ちいいです。これ帰りどうすればいいんでしょうか、このヘミドロの状態で。ということでね、ぜひ皆さん洞窟見つけたら入ってみてください。ということで、本当も素晴らしい決定でした。おめでとうございます。